この取り方ちょっと難しいんですけどね、かなり難しい。ちょっとねやりにくいわ。まあしょうがないけど、今日何するかということで、先ほど買ってきました。これが邪魔なんだよね。一回これ外したいけどな。取れないかな。これ曲げればいいか。いや。取りました。で、こう見ると、隙間が空いてます。ここで、あとなんか有害なものが出ると嫌なのでシリコンで止めたいと思います。これはほんとあれ、これマスキングテープじゃなかった、両面テープでしたね。ちょいと待ちを、マスキングテープ、あー太い太いな、ないな、細いのがないな。いやー参ったな。まあいっか、これできるかな。ちょっとやってみます。うわ難しいわ。これなかなかダメだわ。どうしよう。うわ時間ばっかり経って、これよし。すごいやりにくいね、これ。どうしよう。シリコン。マスキングテープ。カッター。要は、この隙間を埋めたいので、どうしよう。これ難しいぞ。結構難しいぞ。これ難しいわ。まあいい。これは。
これ難しいわ。これできないかもしれない。ピンセット長いの持ってくればよかったな。これギリギリ持っていくか。わ、これは難しいよ。ピンセットが短いかも。この辺で、あーダメだな。難しいよ。これは難しい。ちょっとこの辺にしといちゃおうか。かなり難しいですよ、これは。やっと1枚貼れたんで。てな感じで全部貼っていきます。はい、1回止めます。中の方が結構貼るのがめんどくさかったですけど、まあ、やってみて分かったことは、ピンセット2本でやると多分もっと早くできますね。あともうちょっと長いピンセットがいいと思います。これ少し短かったですね。こういう感じなんで短いです。どれくらいかな、15分以内だったかな、全部貼るのに。結構時間かかりましたね。まあこんな感じでマスキングテープ貼って、あとはシリコンを入れます。いやー、かなりこれは30分ぐらいかかりました。シリコン中にガーッと敷き詰めて、で角の方シリコンやってます、四つ角で。今度はですね、そこにもうこのままじゃ平らにならないし、そこを黒の方がいいと思うので、で黒の板を、こういう発泡系のなんですけど、板を敷いて完成かな、ほぼ完成ですね。じゃあやります。その前にですね、この余分なシリコンちょっと取っといた方がいいです。縦のラインの余分なとこ、こういうとこ取った方がいいです。じゃあ取ってみます。痛っ、テーブルめちゃめちゃ痛い。やっとできました。それでも1時間はかかりましたね、全部で。はい、1時間かかりました。無事そこの板も敷きました。あとは乾けば完成です。乾いてこのマスキングテープを外せば完成ですね。まあどっちにしろ今日はもう無理なので、このまま乾燥させます。ではまた次乾燥して、完成したところですね、また後で撮影します。一応できました。できたんですが、水入れたら割れたんで直さないといけないです。ちょっともう一回入れてみます。
それはひどい。角の目地はなかなかいい感じにできたんですけど、綺麗にできたと思います。でも底の方がこれはちょっとね難しいです。どうしよう。まあ目地というかこの隙間を埋めて、でもなんか見栄え悪くなるよこれ。ほんと参ったな。まあいいや、やり直しです。